アジア室内選手権2月17から19日イラン・テヘラン3日目2月19日第11回アジア室内選手権の3日目の午前セッションが行われ女子3000メートルでは山本悠誠積水化学打9分16秒71で金メダルに輝いたトラックでは昨年12月以来の試合に臨んだ山本 レースには昨年のアジア大会などでも競り合ったアンキタ、インド、ラオを含め8人がエントリーする中、積極的な試合運びで昨年のアジア選手権5000メートルに続く優勝を果たした。山本は1年前のアジア室内では9分09秒29で3位。この大会をステップに8月の世界選手権出場につなげている。現在、 8月のパリ五輪5000メートルのワールドランキングで出場圏内につけている山本大会前にワールドランキングのポイントをしっかりとつかむことが今回の目的パリへの切符をつかめるように頑張りたいと抱負を語っており9分5秒以内で2位以内という目標を掲げて試合に臨んだタイムこそターゲットには及ばなかったものの昨年の銅メダルを上回る順位を確保 大会ランクの高いアジア室内での優勝ポイントと合わせて1190点を獲得したことで、ランキングを上げることに成功し、夢のパリ五輪出場に一歩近づいた。